はい、では続きをやっていきましょう。ピクセリクに動きあり、ということで、あーうち、小林川が。そういえばスルーしてたような気が、いつの話だっけ。あー、南部さーん、南部さん、そうだね。お、正宗様は頑張ってらっしゃいますね。雪村様、独眼竜より文が届きました。マサムネ様からラブレ、マサムネ殿から、すいません、何でもないです。あんたの活躍、すいません、ここまで届いてるぜ。だってちょっとね、ラストステージで待っている。こっちに近い、私に近い人だったら絶対誰もがそう思うはず。すいません。これは何を言ってんの私は本当に。この雪村への挑戦状、マサムネ殿。これラストステージの意味を分かってるんでしょうかね。いいんじゃないの、受けてみれば。軽いな、サスケ。結構そんな軽いことじゃない気がするんだけど、まあいや。貴殿と戦うため、地の果てまで参ろうぞ。あ、アイス生きちゃったか。そっか。まあやっていきましょうか。敵襲、敵襲。おのれ、一体どこから。なんか雷的ですから上から来ましたね。もっと注意せよ。上から来たらちょっとどうしようもないと思うんですけど、ちょっとですね、まあなんていうか取り直しさせていただいております。実は4,5,6,000までもう排水ちなみに入ったんですけど、排水合わせて6,000まで取ったんですけれども、ちょっと諸事情により、初めから取り直しをいたしました。というわけでちょっとレベルがね、あ、いい感じ77とゾロ目になっておりますけれども、はい、気にしないでください。すいません、申し訳ございません。では排水防衛戦やっていきま、ちょっと待ってください。今、扇、小円つけてるんですよね。ちょっと結構小円が使えるなって気づいたんで、はい。小円、グレン脚。防衛戦だったらグレン脚の方がいいかもしれないけれども、まあいいや、小円で。じゃあ、この状態で参ります。排水防衛戦。無様な戦だけは行えぬ。はい。では排水防衛戦やっていきましょう。確か刑事の紫ルートでは発生しなかったですね。それ以来というわけですね。刑事の赤で行った以来ってことですね。やっぱめんどくさいんですよね。確率ですからロードすれば回避できることもあるんですけれども。はいっと、行きましょう。包囲されている模様。さあどうしましょう。あんまり突っ込んでも結局まあ究極だしな。狙うは本陣のみ。というわけで守りに入っておきましょう。どうせ橋は下ろされる、どうせ橋は下ろされる。預かりしこの場、おい譲れはせん。公園昇竜拳なんつって、すいません。結構これが楽しい。公園がですね、ちょっとやり直ししてる時に気づいたんですけど、武将戦でかなり使えるなって気づいたんですよ。結構ピンチになった痛い時にね、よいしょ、ほい、そりゃったー、公園で待ち構えて向かってきたところをバコってやるっていうな、ある意味ね、若干卑怯の戦法をやりながら、ちなみにやり直しの時にですね、まあ流れ的には大体一緒ですね。特別面白い、取れるものは取れるし、取れないものは取れないと、あまりやり直したからって例えば天空を1分以内に倒せたとかそんなことはなかったです。でもそんなにめちゃくちゃ危険になることはなかったかな。三成戦で若干危険だったかな。ちょっとよいしょ、いけい、とりゃあれ、どこ行った、いた、たもうね、防衛は本当にバコバコ言ってるだけなんで。あー、しまった、そういえばワンパターン武者の存在忘れてたわ、はっはっは。いや、実は取り直しの時にです。取り直しじゃない。取り直しする前の時に、ここも一回来た時に、一応またやってたんですよ。ワンパターン武者を。でも、多分、挑発を使ったせいだと思うんですけど、失敗したんですよ。完璧に。通常攻撃のみでやりきったはずなのに。なんとなく一回挑発を使ってしまったんですよね。多分それが攻撃、別攻撃と見なされたのかな。サスケが攻撃してくれたっていうだけだとは思うんですけれども。どうなんでしょう。ちょっと今、その時にもそれで失敗したんで、もう諦めてしまったんですよね、ワンパターン武者を。だから、もう、
もうやる気ゼロになっちゃったんですけど、どうしましょうね、ワンパタムさん。次、次のステージでやりますか。次のステージ確かな、同じルートを辿っていきます。あの、取り直しした時、取り直す前の時と。なので、次は、あの人なんですけど、一回失敗したんですよね、その人の時。痛いよ。なんか、ものすごいダメージ食らったような声したな。そんなにめちゃくちゃ食らったような感じはしてないんですけど、もう5円も耐えてますね。もっとやばい。待ってー。やばいよ。二人一気にかかられると、さすがの人対象も、さすがに。いいよ、勝利。ハラ、トラー。あ、やられた？あ、違う、増援だ。もうこれすぐに間違う。増援とは思わないじゃないですか。絶対パス取られたって思っちゃいますよ。数で押すのだ。そうですね。それがいいと思います。こっちは、ある意味一人ですから。ちょっと待ってください。うん、こんなに、熱血言いましたけどね。おいやー、大車輪。オッケー、あ、まだだ。うん、この辺にもう一人いるの。痛い、痛い、痛い、痛い。またコエン、あ、やられた？あ、やられましたね。じゃあ戻りますか。本陣怪しい。じゃあ戻ります。いやー。皆の者、急ぎ本陣へ戻れ。はーい。戻ります。大将の仕事忘れんな。忘れてないです。でも前に出たい。でもどうしても前に。お、ナイス。味方ナイス。よいしょ。あれあるえ、ちょっとバーサラーもうちょっと溜まってきたのにしましょう。おい、おい、ラッシャー、楽しいな、公演楽しいわ。他の技使えつ。よいしょ。ブレイン脚結局使ってないですよね。兄貴結局やらなかったですから。よいしょ。ブレイン脚はちょっと出だしが遅いんでね。あとあんまりなんか食らってる気がしないっていうね。よいしょ。はい、いらっしゃいませ。痛い、痛い、痛い。うれっさ、とりゃー、いいねー、コインいいわ。よいしょ、トイレか。炎が血を舐めるが孤独。炎が血を舐めるってどんな状況。ちょっと待てー、ちょっと待とうか。レッカーをやってたな。めっちゃ通りすがられた。通りすがられたってなんだよ。よし、よし、ちょっとちょっとちょっと、いい、とりゃったー。いるんだけどな、ちょっと使おうか。ちょっと溜まってきてるかどうかわからない。いや、なんかもうマークがごっちゃごちゃしてる、ようわからん。人はいる。整備はこっち側に来てないかな。よいしょ。まあブースト使うことでもないよ。よし、ほいほい、よいしょ。え、今分隊バカ、多分今占領はいないはず。よいしょ、占領してきましたね。よいしょ、あ、スルーされる、スルーされる。誇り高き者の二つよ。はい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 。ちょっとここは多分占領全部倒したら終了なんで、時間はどうなんでしょうね。よいしょ、確か時間なんとか決まってるんですかね。そういえば無印のあの防衛戦を最近やったんですけど、実況の中で、まあ、この時にアップしてるかどうかまだ分かりませんが、その時は何分で出るんですよ。何分守れって。うん。あれ、あっちの方がいいと思うんですけどね。ただし、意外と短くてびっくりしましたけどね。え？みたいな。でも、3の、この、防衛戦も楽ですよね。他の、に比べると。ヒーローズとかめっちゃ難しいですし。まあ、私、ヒーローズの防衛戦でも1回しかやったことないですけどね。ヒーローズ自体はほとんどやってないから。あいてー！あれ、攻撃されてる？なんか、ものすっごいプレイバック取る。なんだ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 、食らってますね。ようわからんけど。よいしょー、もう何がなんだかですよ。今日好きで。あれ、はい、どうなってんの、誰がやってんだよ、もう。ああ、その子いた、そんなとこいたよ。誰だ誰だ誰だ、攻撃食らってる様子がないのに赤ゲージうろうろしないでくれ。うろうろってなんだ、赤ゲージがなんか なってるわけがわからん。攻撃食らって様子はない、近づいてるってことなのかな。あれ、なんか知らんけど劣化が発動しちゃった。また机にゴン当たったわ。机の角にあの R ボタンゴンって当たって劣化が発動してしまうっていう。ゲージの押しの一手みたいに発動してもいいやつじゃないかな、劣化は。よいしょ。ゲージのあの劣化じゃねえよ、押しの一手は R ボタンにあったんでね。あれはよくめっちゃあれは使える技だったんですけど、劣化はそんなに。あの、ただまあ、
めちゃめちゃ連撃を与える分にはいいですけれども、これ倒したら終わりかな。終わりました。約8分、短いですね。はい、無事防衛いたしました。これ無事はいけたと思うんだけど、でもどうなんだろう、もしかしたらこのステージだったらダメっていう なんかあったんですよ。なんか排水防衛戦は関係ないっていう、何のやつだったかな。多分わさわざでフィニッシュってやつかな。全ステージをバサラ技でフィニッシュっていう称号があるんですけれども、うん、それでなかなか難しいですよね。はい、あ、たわてはこ取ってたんだ、いつ取ってたんだよ。さあ、レベルは78まで来ました。はい、では今回もここで切らせていただきます。